ミゲル・エルナンデス・ジラベルトは、スペイン・オリウエラ出身の詩人、劇作家。27年世代や36年世代と関係した、20世紀を代表するスペイン語圏の詩人であり、劇作家でもあった。エルナンデスは、バレンシア地方のオリウエラの貧しい家庭で生まれ、あまり教育を受けられずに育った。23歳の時に詩集を初めて出版し、著しい名声を得た。 幼少期は大部分を羊会や農家のように過ごし、基礎教育を公立学校やイエズス会の学校で受けたが大部分は独学であった。友達のラモンシヘから文学を紹介された。青年の時は叙情的なバロック詩人のルイス・デゴンゴラに憧れ、初めての作品に影響をもたらした。フランシスコ・デ・ケベードのようなスペイン、文学黄金世紀の作家に影響されたほか、 同時代の他の作家同様、特にシュルレアリスムというヨーロッパの前衛的動きに影響され、労働者の権利に関心を持つ社会的な作家の一人となった。エルナンデスは自分の死に新しい創造や概念を使いつつ、古典的かつ大衆的なリズムや因は忘れなかった。スペイン共産党の党員でもあったエルナンデスは、スペイン内戦中に共和制へのキャンペーンを行い、 死を書きながら、前線に配置された軍隊に指示を出した。スペイン内戦中の1937年3月9日に、1933年に、オリウエラで知り合ったホセフィナ・マンデサ・マルエンダと結婚した。妻のおかげでロマンティックな作品を書くようになった。長男マヌエル・ラモンは1937年12月19日に生まれたが、 入人の1938年10月19日に亡くなった。数ヶ月後に次男のマヌエル・ミュゲルが生まれた。同時代の他の著作家と異なる点は、共和制が崩壊して、フランコ体制下のスペインが始まったスペインから亡命しなかったことである。ファシズム反対派と信仰を持ったことから、スペイン内戦後何回も逮捕され、最終的に死刑を言い渡された。しかしながら、 死刑判決は30年禁庫に変わり、1942年に結核で亡くなるまで環境の悪い牢獄で過ごす生活が続いた。亡くなる直前にエルナンデスは病院の壁に死を書き殴った。さようなら、兄弟、親友、太陽と村は私を残していく。いくつかの死は監修に保管されていた。刑務所の中でエルナンデスは簡潔な歌が 特徴の膨大な詩を作り、それを紙に書き取り妻や他の人へ送った。その詩は、コンシオネーロワイ、ロマンチェーロでオーセンシアとして知られている。その作品では、スペイン内戦の悲劇や、自分の東国を書くだけでなく、幼くして亡くなった息子や妻と次男が貧困に、あええだ生活についても書いている。詩への熱意と、簡潔さは、異常な状況も、 愛まって、非常に力強いものとなっている。おそらく、エルナンデスの死で一番知られているのはナ、ナズでエラセボーリャであり、パンと玉ねぎで生き延びていることを妻へ知らせる返事を、死で書いた手紙である。その死には、玉ねぎを絞ったものを息子に飲ませたことを想像させ、母の絶望に退避させるかのように息子の笑顔が出て、くる。他の死でも、 妻の存在を失望と絶望の神話的な象徴、ズタズタになったスペインを必死に蘇らせる力を持つ、もののように描いている。エルナンデスは1939年、フランコ体制にとって危険な人物であるとして、死刑を言い渡された。フランシスコ・フランコは、詩人のフェデリコがルシー・アロルカにしたように、国際的な批判を避けるために、後に減刑した。2010年3月に、 彼の家族はスペイン政府が発行した賠償宣言を受け取った。義理の娘、ルシア・エスキエルドは言った。私たちは死刑判決を軽くする以上のことを望みます。無罪判決が出るように。彼の家族の弁護士はファシスト軍保安ベロッドからの1939年の手紙を持っており、これは無罪を立証できる新しい証拠だった。ミゲル・エルナンデスを 子供の頃から知っているの分から手紙は始まっている。彼が私たちの名誉の革命の敵だったというようなことは心の底から信じられない。2010年7月にはエルナンデスの家族がスペインの最高裁判所で左翼を支持したことで受けた有罪判決を取り消すように主張した。1996年、エルチェに公立大学として エルチェ・ミゲル・エルナンデス大学が開学した。ありがとうございます。